九重町の松木川沿いにある龍門の滝、溶岩台地が削られてできた二段落としの滝です。一段目は高さ26メートル、幅40メートルで、深い滝壺に向かって豪快に水しぶきを上げる姿は圧巻です。二段目はおよそ70メートルにわたって滑るように水が流れ落ちます。鎌倉時代、臨済宗を広めた蘭渓道流がこの地に立ち寄り、黄河上流の龍門に似ているとして名付けたとされています。新緑がね、すごく青空と水と生えてすごくいいですよね。やっぱ九州はすごいね、特にこの辺はね、うん、素晴らしいところですよね、うん、子どもたちの人気を集めていた滝滑りは落石の影響で現在は中止に。静寂に包まれ、水の音が響き渡ります。